今まで世界のナショナルチームの間でのみ行われていた大会に、世界で初めてエグゼプレミアが民間初チームとして参戦することになりました。まずその海外の強豪たち、各国の代表レベルの選手たちと戦うっていう、ガチンコ勝負できるっていう機会自体がないと思います。大会のエリートだったりだとか、一部の人でないと得れないチャンスだと思うんですけど、それを一般の方にもオープンに挑戦するチャンスがあるということは、もう本当に貴重な機会だと思います。なかなか日本国内だけだと対戦できない海外の強豪たちと試合をツアー形式で何戦もしていくっていうのは、そのバスケの技術だけじゃなくてメンタルであったりだとか、世界を舞台に転戦をするっていう経験自体が皆さんのことを成長させてくれるんじゃないかなと思います。まあ、僕自身は公園で、バスケットボールを始めて、全国大会だとかに出場できるような環境ではなかったんですけども、大好きなバスケットボールを通じてプレーしてきたことで、日本で最初の 3x3 の代表チームに選ばれて、その後世界で転戦をするというような経験を積めたので、ぜひとも次の次世代の選手たちに同じ経験を味わってもらいたいなという思いがあります。 3x3 というのは今までのトラディショナルな競技とは違って、会場には DJ がいて音楽を流していたりだとか、 MC がいて試合を盛り上げたりだとか、あとは試合の間にエンターテインメントの時間があって、さまざまなパフォーマンスが見れたりだとか、エンターテインメントと融合している新しいスポーツです。そういったカルチャーの部分も楽しんでいただきたいなと思います。それは自分でかっこいいと思うスタイルをコート上で表現してもらいたいです。自分の履くシューズ選びだったりだとか、髪型であったりだとか、競技のプレーのスタイルだけでなく、自分のファッションのスタイルだとか、人生のスタイルっていうのを最大限に思う存分出していただいて、楽しんでいただくことが強みになると思います。選抜チームに関してはコンバインと呼ばれる一般公募のトライアウト形式で、誰にでも門戸が開いているところから選考します。トライアウトに来ていただいた選手には2つのチャンスがあります。1つは国内のエグゼプレミアにプロ選手としてプレーしていただける可能性があるというのが1つと、2つ目はそのウーマンズシリーズという世界大会に選抜チームとしてツアー参加していただくと、この2つのチャンスがあります。一番チャンスを得れた方々にとっては、国内でエグゼプレミアとプロシーズンを送っていただくとともに、海外へのウーマンズシリーズの参戦もしていただくと、そういった形になります。来てほしいプレイヤー像に関してズバリ10代20代のプレイヤーたちにはぜひとも来てもらいたいです。 3x3 というのは非常にタフなスポーツなのこともあって、早いうちから経験を積むことによってすごく成長のできるスポーツなので、ぜひとも10代20代今5人制をやられている方だったりだとか、学校で部活をやられている方、 3x3 を通じて楽しくハードにグローバルに世界で活躍したいという方にとっては、ぜひとも 3x3 でバスケを続けていただきたいと思います。まずコンバインに興味のある方々は参加要件を見ていただいて、書類選考に応募していただきます。合格者の方には、コンバインで最新のシステムを使った体力測定であったりだとか、試合形式でのピックアップゲームをしていただいて選抜をさせていただくと。コンバイン合格者に関しましては、ウーマンシリーズに関しては書類選考、コンバイン、合宿で、その後に最後最終選考で、最大6名の方までコートに立つチャンスが得れます。5月から9月の 3x3 シーズンに参加していただくことになります。
もちろん、皆さんの学校生活だとか社会人生活というのがあると思いますので、皆さんそれぞれのプライベートライフと調整していただきながら練習や試合に参戦していただくことになります。5人制バスケットの両立というのはもちろんできます。5人制の試合だったり練習だったり所属しているチームと 3x3 との両立というのはもちろん可能です。 3x3 をやることによってシュート力がより上がったりだとかフィジカルがタフになったりすることもあるので、それは5人制をやっている方にはアドバンテージになってくるかなと思います。もちろん、近年だと 3x3 に特化した 3x3 だけの選手というのもたくさん生まれてきています。コンバインであなたの挑戦を待ってます。ストリートからエリートへ、共に 3x3 で世界を目指しましょう。エグゼプレミアから世界へ挑戦できるチャンスがあります。皆さんどんどん挑戦できる場所があるんであれば挑戦していきましょう。一緒に戦います。